うえー行く年来る年やなこれ今うんまはい、うわ全然驚くほど見えないビーム花田越冬隊です、というわけで、まあ、今夜に向けて中心に備えてベッドを作っていきたいと思います。クオリティオブライフを上げるにはいかに暴風をしのぐかってことが暴風をしのぐって暑いじゃないですかなんかさ、ソリのさ、分かった、俺ソリのコース作ろうかな、俺みんなやらへん、これんおいミートだま何おうち時間過ごしてんねん、これそら、寝持ちでしてるね、めちゃめちゃいい感じで焚き火してもんな何時間かかるか分かんないんですけどやっていきたいと思いますこういう風にね、私ができてるんですけど結構怖いで、これ多分闇夜に溶けるとはもう溶けるかもしれん3、2、1ハリウッドドリームザダークライトえ、一緒に行きますよこれブレーキはブレーキないよブレーキあるわけないやそんなやめときゃんぜ行こうやばこれえ、これ待ってこれその下って見たことありますないちょっと見覚えはないというわけでハリウッドザドリームザヘブンレッツゴー天国言うと思ってる天国行く言うと思ってるやんやばこれめっちゃほどよ、めっちゃほどよ、めっちゃほどよ、危険度で笑った。はい、というわけで、ハリウッド・ザ・ドリーム・ヘブンズ・オブ・ヘブン行ってみたいと思います。死ぬんだよ。行くよー。あはは、キャー！これ、ほんとだ。あはは、バリナーイ。バカおもろい。バカおもろい。これ、ユニバリで提案した方がいいな、これ。あ死ぬやばい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 やば取ってたいやもう取れんかったっすよ取れんかったびっくりして、び, っくりいやびっくりしてたんやされる今びっくりしてたんや今今何時間経ったっけどれくらい時間経ったかマジ分かんなくなるんですよねこれ一番今の時間を当てれなかった人は一番自然から遠のいてるということで一週間自然生活ですやばすぎるゲームに対しての罰ゲーム重さやばい帰れないあの一週間絶対に一回は一日一食はあのアウトドアでご飯を食べるあ公園とかコンビニの前とかコンビニの前とかいいねそれええやったらまあ外やったらもうまあまあまあでもちょっと面倒ぐらい体内時計バトル決めたはい、決めました。僕も決めた。僕も決めました。せーので、0時15分。え、もう一回、加納さん。0時15分。僕11時15分。10時25分。10時51分。マジで。おお。ここよ、両極端。ああ、ションに行っていいですか。いや、ションに。あ、ちょっと、あと、今、結果発表。ション、ションに。結果発表、結果発表。はい。現在時刻は。はい。1時23分ってことは音が去れるあ、じゃああ、じゃあ去れるほんまでもマジで自然はですねなんかゆったり時が流れるんですよ満喫してるのにそれが伝えられるじゃあほんまじゃあ一人一人このアウトドアで学んだことちょっと言ってほんまに現代でもなんかライトとかなんかいつでもつけれるじゃないですか逆にあれって不幸だなめちゃくちゃ照明されてるけどめちゃくちゃ照明台です炎の明かりだよ発電機まで逆に発電機までブルルルルルわざわざ電気引っ張ってきてるいやいやよしかも今回の除雪機今回最初に言ったのいかに快適に過ごすかって深夜になんか SNS 見て簡単に繋がれたりいつでも生活できるからこそ本当に人間として
その動物として大事なことちょっと見失ってるな。動物として大事なことって何なの？はい、動物としては動物はやっぱりそう子孫を反映させる。秘策おかしいやろ。今からですね、寝床を作りたいと思います。うわ、なんか硬っ、むっちゃ固まってるわこれ。うわ、腰が痛い、腰言わした、待って、腰言わした今ので、痛え痛え、マジで腰痛い、あ、痛い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 、できました。本日の寝床です。人と人間っていうのがあるじゃないですか。やっぱ人と人間っていうのは違うと思うんですけど、やっぱ動物的な人で人と文化的な人間、これが交互にいい感じのバランスで混ざり合ってるのが、あの今回の雪上こたつキャンプなんですよね。でキャンプっていうのは人間が人になる瞬間だと思うんですけども、同時に今深夜は時刻0時を回りました。イエーイ、深夜のあかん飯、屋台ラーメンを作っていきたいと思います。やばやばやば、液体ソース持ってる。すげえ、はい、怖すぎる、はい、怖すぎる、ふーってしますよ、これやめてこれやめてよっ、はい、ということで皆さん、はい、どうもこんにちは。はい、ということで、ね、雪山の上から京都鉄道の数2便解説していきたいと思います。お願いします。お願いします。手が震えて冷静にこの状況カオスやろ、どう考えても。お茶の間に黒板ってどういう状況なの。じゃあ花岡君、あの、はい、三角関数の加法定理ちょっと言ってみて。じゃあマコ君、シータとアルファどっちがでかいの。シータ Why? まずはい、こいつ退場した方がいいぞ。寒いと言ったら負けなんで、絶対に滑る寒い話っていうのと、やっぱ今俺1回言っちゃった、2回言ったで、でそれであの相手に寒って言わせたら、まあ、勝ちってことや。すげえしょうもないんですけど、あの友達と度胸試しっつってチンコをね、カップヌードルにあの突っ込んでみたんですね。そしたらあのすげえめっちゃやけどして救急車運ばれて、であの看護婦さんに見てもらったらチンコからあのネギ出てきたって。何言ってんのお前は。何を言ってんの。今僕ここ立ってるんで、めちゃくちゃ肺がバーってくるんですよ。お腹にめちゃくちゃ肺が溜まったんですよね。羽野さんにこれどうしたらいいですかって聞いたんですよ。そしたら無理よって言われました。肺腹だけに。寒っ。寒っ。マジで寒くない。マジで寒い。はい、というわけで、羽野チームです。というわけで僕はですね、今回はこちら自分で作ったオリジナル寝床で寝てみたいと思います。あっちで念願が深夜3時にもかかわらず一人でソロ授業をしてるという気概ぶりを発揮してるんですが、まあそんなことはさておき、うるせえなあいつマジで。寝たいと思います。それでは皆様、おやすみなさい。正直ね、氷点下の世界で雪の下で寝るのは初めてなんですけども、まあ、ちょっと逆に寝れるのかちょっとワクワクしてます。というわけでまた明日、おやすみなさい。今ですね、朝の6時です。寒いです。正直に言いましょう、今とても寒いです。うん、マジ寒い。あー、というわけで、昨日ね3時半に寝たと思うんですけど、まあ、大体2時間半ぐらいかな。だから、まあ、結論を言うと、あの寒さで起きました。もうね、これかな、
この寝袋がチンカスみたいな寒さなんで、めちゃくちゃじわじわね、あの寒さが伝わってきて、もう少し寝たかったんですけども、一旦起きたいと思います。うわ、それ見て、ほら、凍ってるこれ。ああ寒すぎんご。寒さどうでした？避難所生活は。だからクソ寒い。あ、やっぱそっちも寒いですね。いや、絶対寒いでしょ、あんな。でもなんかよく、てか俺にしてはよく頑張った。え、だからほんまにここで寝とったんや、こいつ。本当に、うん、本当に、うん、そこの防空壕みたいなとこに掘ったとこに寝とったよ、うん、ガチでそこにいたよな、俺ずっと。ずっとそこにいた。お前が授業してたら覚えてたもんだって。俺1時間半ぐらいだから、お前ちょっとこれに手当てた方がいいと思う。お前花尾さんいたよ。えてか、もう俺さ結構限界来てる、正直。なんでお前そんな寒いん？え、なんでそんな寒いん？授業してた。授業してたから。お前マジでアホやろ、マジで。俺こういう動画撮りたいよね。今何時？6時ぐらい。6時、今6時。俺4時40分ぐらいまで授業。もうやばいな、マジで。こいつアホや、ほんま。寝た時に思ったけど、起きてる方がやっぱ元気。ああ、それはある。だから寝たらマジでめっちゃ体温奪われる。マジでじっとしてるのが無理なんですよね、これ。顔めっちゃむくんでる。マジで。こんな顔見せられないよ。気が悪いかな。おいだ。オッケー。1人か2人食えるぞ。このワカメ取ってんじゃん。そで、待って、センサー気づいてないか。抜けてた。さてか、線見てない。マジで。それは。あれや。さては抜けてた。あ、抜けてる。抜けてた。ふざけんな。寒いよ。どこに。どこに刺したらいいの。お前恐怖郵便すぎるやろ。いや、これ恐怖。自分で何縛りプレスしてんねん。いや、僕だって3回ぐらい言いましたよ、まこさんに。なあなあ、ついてますかって。そしたら、ついてるよ。電源の方ついてる。電源ついてますか。あ、うま。電源ついてるよって。刺した。あ、ありがとうございます。あ、もう顔僕、パンパンマン。足あったか。じゃあ、足あったか。本当や。待ってそれ、俺体感したい。あったかい。あったかい。お前らに最後ベクトルの授業。お前その執念でやんな。チデリみたいな、もうチデリみたいな気持ちで授業するやん。だって俺あとベクトルだけ授業できてない。うめえ。はい。こたつあったかいんだが。ほんまに。え？こんな、え？希望の明かりが見えてきました。やっと今日という日が来ました。てかこんなとこでよく寝てたな俺。うわー、景色すげー。ほんまに夜が明け出したことに感動してる今。この絵面すげーわ。なんか山がなんかすごい合成みたい。ちゃんといてや。行くよ、はい、というわけで皆さんおはようございます。花尾電眼チャンネルです。こうです。誰か押して。行くで。3、2、1。ふぅー。うわ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 ー。はい、というわけで、まあ一人減ってしまったんですが、サバイバル。まあ、これもまたサバイバルの醍醐味です。これもまた醍醐味。消えていた仲間の分も、我々が美味しく、朝ごはんを食べていきたいと思います。はい、はい、イエーイ。じゃあ朝ごはん作ります。3、2、1、ゴー。え、そんな温まってないでしょ。おお、ちゃんと凍ってなかった。これはさすがに至高の領域。うえーぽーん。君がよした。ありがとうございます。君がよした。まあ、美味しいね。キュウ、マジでうまそう。うー、緊張したね。マジでこれ。いや、バカうまそう。これじゃあちょっと半分こにしてみようか。いただきます。最初パンの耳。
パン。パン。あったかいだけで美味しい。間違いない。だからなんかそういう。間違いなさすぎる。わかるやろこれ。わかるわかる。味とかじゃなくて。俺は今その境地まで行ってるよ。あ、先生おはようございます。はい、おはよう。おはようございます。おはよう。今日も元気に頑張るか。あ、今日もいい日差しですね。じゃあ花輪くん、ちょっと号令かけて。あ、はい、了解です。それでは1ゲーム目を始めます。気をつけ、礼お願いします。引き続き、はい、さあ、お願いします。さあ、それでは始めようか。本日の第一予定、朝から猛鉄をやりたいと思います、はい、昨日そもそもこのテレビはマジで雨ざらしになってあ、でもつくっぽいで。あ、でも赤が出てしてるから。これほんまテレビできたらもう一段階レベル上がるんだよ。まあ、アウトドアガチ勢はもうここまでやりますからね。アウトドアだとかインドアだとかいかにアウトドアにインドアを持ち込むかって。俺の大事なスイッチがめちゃくちゃ汚れてる。外で遊びたい。じゃあつけますよ。頼むぜ相棒。来い。来たー。メーカーかー。これはやばい。はい、アウトドア検定準1級合格。これ音上げて、音上げて。ウェーイ。これやばすぎ。やばすぎマジで。やばすぎ。天才。来た。新幹線カードとかだ。カードを使って。ちなみに最初の試験でカード持ってる。わーはい。うるさっ、うるさっ。よっしゃー、ガーン、やばい、やばい。来い、バブリー来い。来たー。あー、12時でーす。生きてるみんな。かろうじて。かろうじてね。HP1。ポケモンの状態上で言うと何？氷、氷。手足麻痺の時間帯あったけど。ありましたね。あったあった。それもあった。混乱もあった。混乱もあった。混乱あった。まあ、俺自ら穴を掘ろしてたからな。はい、というわけで今回これ快適に生きれたかどうか。はい。Amazon レビュー星5で判断してほしいと思います。星4以上やったら、このアウトインドアっていうこの新しいライフスタイルを皆様に提案したいと思います。なるほど。いっせーので、4 3 3 3です。4 4 5。おお、ってことはギリ4や。ギリ足りない。というわけで皆さんにはおすすめしない。なんなんじゃこの時間。俺は確かに楽しかったんけど、これね、夜はやばいな、やっぱこれ。やばかったよ。夜は相当やばい、マジで。ソファー凍るっていう。ソファー凍ってたし、で、ついてなかったよ、こたつが。そう、こたつが、ね、夜中。でも、ただそれはコードが抜けてただけっていう。ほんまにアホ、ほんまにただなアホ。まあまあ、ここでもコード高いからしょうがないんじゃないですか。あー、なるほどね。寒っ。経済成長。あ、じゃあ、花野さん最後行ってきた方がいいですよ。やべえ、やべえや、もう。うわ、マジで。待って。あ。夜こんなもんじゃなかったぞ。マジでこんなもんじゃない。ほんまに。まあ皆さんにはおすすめできないんですけども、人生に1回レベルではやる価値あると思うから。これ当たり前のことを当たり前じゃなく感じれるという意味でこう言えてる。間違いない。それ間違いないです。この食材があることによってめちゃめちゃ温まるだとか。いや、ほんまに、うん、そのさ、自然という厳しさの中で求めてしまうのはやっぱ人とのぬくもりなよね。おお。だから、うん、ゲレンデマジックってもう男とでも起きる可能性あるっていう。お前マジで何言ってんの。おいバカ、お前何言うの。違うって、なんでそういう風に捉えるの。ゲレンデマジックって、ね、何が起きてんの俺らの間に。ゲレンデマジックって何。でも体を絡め合いたくなるのも分かるくない。まあ分かってる顔してるな。でもまあ事実ここで寝てた3人は最後足もうねちょ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 絡み合ってた。だってマコさん僕の足股に挟んでましたから。ほらほんでとんでもない興奮寒いからな。いや、ほんまにだから過酷になればなるほどこの人じゃなきゃダメとかじゃないやん。
もう誰でもいい。でもヘリコプターってことはもうクズになる。クズになる。人間のクズになる可能性があるから。誰でもいいからお助けをみたいな状態だったもんね。はい、はい、というわけで今日の企画は終わりたいと思います。自然にありがとう。ありがとう。